あ、どうかしたのか。別に。少し夜風に当たってくる。何が起きたんだ。待ってたぜエリアン。俺をやるにはここは絶好の場所だ。セキュリティを抜けてでも必ず狙ってくると思ってたぜ。どうぞ組織の命令で動いてやがる殺し屋さんや。尾行に気づいていたようね。だけどもうさよならよ。支援要請。その人をすぐに降ろせ。ロックハワード。この女は殺し屋だ。俺を殺しあの方の血を引くお前も始末するつもりなのさ。俺はあの男の息子なんかじゃない。いくら否定しようがこの女にとってはお前があの方の息子であることは変わらねえ。だったらこうするしかないだろ。やめろ。分からせてやろうぜ、この町が誰のものなのかを。黙れ。やるじゃねえか。やっぱ血は争えねえな。させるかよ。その女の手を離す。お前がどうあがこうが何も変わりはしないんだ。俺とお前であの方の意志を継ぐんだよ。ふざけるな。亡霊に取りつかれやがって。お前には失望したよ。あのお方に恥をかかすわけにはいかねえ。二人揃って地獄に落ちな。支援要請。あんたに殺されれば俺はあの男から解放されるのかな。さあでもそれで気が済むなら殺してあげるわ。今なら全てあなたの望み通りになる。自分の運命は自分で選択なさい。あなたはなぜここへ来たの。ここには母さんの絵があったんだ。夜中中どこ行ってたんだ。別に。さてと、俺は二度寝でもすっかな。飯ができたら呼んでくれ。焦げ臭い。
余計なことするなよ。